はい、では開始しまーす。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、ミキサーのキャンでーす。そして今週はゲストが来ております。自己紹介どうぞ。サッチーのランナーの陸海空です。よろしくお願いします。お願いしお願いしまます。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。お願いします。というわけで、2回目の出演となりました、陸海空さん。はい。今日タイミング良かったんだよね。今日、なんとかシフトがあって休みがもらえて、ね。髪の毛も染めてきました。嫌な記事もやな。記事もないよ。嫌な記事もないよ、や。やるか。お前の方が赤ぶさいや、記事もないさに。違うでしょう。陸の方が余計茶色っていうか金髪だし。誰が記事もないよ、や。もう、行くよ。次、お腹がよろしいようで。いつもこんな感じです。はい、いいかな。番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、 YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録を毎週金曜日の18時ごろからやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。というわけで、早速、ツイキャスの方が来てますので紹介したいと思います。埼玉の郷さん、サッチーさん、陸海空さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、皆さん、こんにちは。今日も暑いですね。そうですね。って、自分でボケツッコミしておりますね。埼玉のゴーさんが、キャンチーと来てますよ。ゴーさん。ナルトラさん、夫婦ラジオ、お疲れ様です。夫婦ラジオ、この前、リオッチの、番組に、おとといでしたかね、ゲスト出演したんですけど、その時に言われましたね、山内さんから、夫婦ラジオしたらって。ん、夫婦ラジオしたらって言われましたね。ん、ん、あ、でもね、リー君のね、シフトがね、なかなか定まらないからね。ん、埼玉の郷さん、サッチーさん、短髪似合うって来てます。私これ本当この髪型にする予定ではなかったんですよ。なんかスーパーサイズのスーパーサイズ。いや、今はちょっと落ち着いてるからいいものの、さっきまでちょっとツンツンツンってやばかったっすね。沖縄大好きさんも来ております。こんばんは。こんばんは。こんばんは。最高の夫婦だと来ておりますよ。あ、最後、最高、あ、最高の夫婦だと来ておりますよ。なんでよ。なんでよって、では一曲いきたいと思います。お願いします。ゲロで、うどんです。どうぞ。マジこの髪型じゃの予定じゃなかったんですよ。どん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 短くなってってね。なんか雑誌があるじゃないですか、はい、これオールバックみたいなやってる短髪の綺麗な女性がいるじゃないですか。はい。そのイメージで。やってって言ったら。オーダーしたら。オーダーしたら、こんな髪型になったっていう。スーパーサイズみたいな。そう。ちょっとだけマイクの直しましょう。はい。
これバカになってるって言ってたね。そういうの、うん、こっち最初からこうなってよ。こっちが。最初からこうなって。もうちょいマイクに近づかないとマイク拾えんよ。いいよ。いいよって。どうしよっかな。カープボーイさんからうどんの話が来てるね、もうすでに。うどん。メール行って、あれだな。ゲーム行こうかな。なんか違うな。ん？バッターさん、パパヤーさんから行こうかな。ん？ん？パパヤ？うん。沖縄 T シャツパパヤーさん。最初に来てたから。あのさっきのやつはやるんでしょ今。終わってか曲が。忘れた忘れたじゃないよ、いやさっき打ち合わせしてたし、車でも、はいはい、ね、今世はすぐよバラすからよ、面白くないわけよ。なになに、中身まで呼ばらしないさ。やるよって言ってやったら面白くないさ。いきなり始まるのが面白いんだろ。分かってないな。な？ん？なんて？分かってないですね。だから右にほくろがあるんだよ。あ？な？分からん。やばいなこの曲な。なんでこの曲選んだの、ほうじか。なんかアンパンマンみたいな感じじゃないか。誰？あたし？てんどんどんどんてんどんどんみたいな。てんどんどんどんてんどんどんの意味がわからん。うどん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 みたいな。ああ、メッセージどん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 。ああ、てんてんどんどんてんどんどんみたいな。送ってねえ状態か。あ、わからん。うん。あれ、さっきグラサンかけてなかったっけ。はい、では間もなく曲終わります。はい、お聴きいただいたのはゲロでうどんでした。では、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きなうどんの食べ方。まずはです。あ、うん？まずは？まずは？まずか。暖かいか冷たいかだな。私冷たいのだな。なんで？猫舌だから。ほらバカや。そう。俺はもう暖かいよもう。あちここ？あちここが好き。なんで？冷たいの食べたらお腹ぐるぐるするのね。お前こそ悪ばっかや。はい、あ、じゃあ。はい、全部聞いて。恥ずかしい。キャスの方で、うどんに関して来ておりますので紹介したいと思います。カープボーイさん、好きなうどんの食べ方は、釜玉うどんかな。一番は、ざるうどん。ざるうどん？うん。で、飲んでの、あ、喉越しを楽しむというのが好きですと来ておりますね。うん、なるほど。うん。わかるよ。わかる？キャンさん見たことあるんじゃない？香川。僕も、はい、行ったことあります。あそこの麺ね、喉越し最高ですよね。最高ですね。私行ったことないか分かんない。僕、もう普通の頼んだんですけど、おかわりしていましたね。うーん、おかわりするほど
ほう、本当に。いや、もう本当にもう、つる、どんどん入っていきますよね。つるつる。で、うん、あの、餅みたいな弾力もあるので、食べ応えがあるんですよ。そうそうそう。おー。じゃあ今度、香川連れてってね。あ？は？は？は？あ？今度、旅行で連れてってね。ハリー行くさ。サバに行くか。なんでやねん。ハリー戦で。嫌だ。嫌だ、絶対嫌だ。絶対嫌だ。こぐの、どうせあんたじゃないでしょ。二人こいでるさ。こげるかな？わからん、長さげで。嫌だ、絶対嫌だ。はい、ではメールの方に行きたいと思います。お願いします。気まぐれラジオ様と来ております。今夜も元気に、こんばんは、みんなの、沖縄 T シャツパパヤーですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなうどんの食べ方は釜玉うどんですね。茹でたて熱々のうどんに生卵を絡めて、だし醤油をかけて、シンプルな一杯で、シンプルな一杯がたまりません。程よくぬるくなるので、猫舌に優しいですよね。いつもネギをどっさりトッピングしていただきます。ところで、那覇空港内に花丸うどんがあるんですが、看板が那覇丸うどんになっているのをご存知でしょうか。私も初めて、それ、そう、見て初めて聞いた。うん。実はここ、隣に吉野家があって、肉うどんにトッピングする肉は吉野家の牛丼の肉にすることができるんですよ。これがおすすめですと来ております。コラボしてるんだ。コラボしてるみたいな、那覇空港内で、はあ、初めて知った。すごいですね。びっくりだね。でも写メも届いてるんですよ。本当に那覇丸うどんになってます、写メで。はい、もうこの通りです。おー、本当だ、那覇丸うどんになってるんですよ。はあ、うん、行こう。え、那覇空港に、うん、うん、那覇丸、あー、行こうじゃない、作ろう。何を、あ、何を作る。寝るな寝るな、食うじゃない。なんかよ、俺でも作れるなと思ってしまうわけよ。ああ、こういうのってこと。うん、うどん、うどん、うどんも、ああ、料理好きだからね。うん、料理好きだからね。やらされてる。え、やらされてる、誰に。 あなたに。なんで私やらした覚えないのに。はいはいはい。というわけで、次のメールに行きたいと思います。好きなうどんと来ております。こんにちは、味噌煮込み好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなうどんの食べ方、私に聞いたら答えはわかりますよね。味噌煮込みうどん、やっぱり赤味噌と、あ、赤味噌とうどん、糖度の、赤味噌とうどんの絡み具合は最高ですよね。さらに卵の黄身を絡んでいたらなおよしです。まあ、味噌煮込みうどん食べたく なりましたと来ております。やっぱ味噌煮込み好きさんなだけあって、味噌煮込みうどん名古屋の名物ですよね。そうですね、確か。うん、いいんじゃない。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなうどんの食べ方、出身地徳島県の隣がさぬきうどんでおなじみ香川県なので、うどんの店は徳島にもたくさんありました。何でも美味しく食べれますが、一番好きなのはやっぱり釜揚げうどんかな。徳島県の阿波市にはたらいうどんという釜揚げうどんを出すお店が集中しているエリアがあり、小さい頃から家族で何度も食べに行きましたね。家族も自分もリピートした、ひらだにやのうどんを乗せておきますと来ておりますが、ちょっと待ってくださいね。見てみる。あ、そっか、さっき見たやつか。私がお家でちょっと見てたんですけど、結構美味しそうなんですよ。
美味しそうですね。結構美味しそうなものがあって、私なんかこのちょうどこのなんか釜玉うどんの下の方にあるなんか黒っぽいやつ、はい、見えますかね、ブラックな、ブラックなやつ、はい、あれ美味しそうだなと思って、つゆ、どう思う？美味しそうじゃない？うん、100円そばみたい。なんで100円そばよ、なんで100円そばが出てくるそこで。はい、では次のメールに行きたいと思いますが、ちょっとそこであっち行こうかな、キャスに行こうかな。武蔵さん来ております。サッチーさん、ゲストの陸海空さん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオ収録生配信お疲れ様ですと来ております。埼玉の郷さん、夏なら冷やしうどん、冬はあちこちうどん派。お腹壊すよ。私夏冬通して冷たいの食べてるよね、うん、猫舌だから。ナルトラさん、正直具材の中には苦手なものがない限りうどんは何でもいきますわらと来てますね。うーん、沖縄大好きさん、最近うどん食べることが増えました、うどん食べたくなってきたと来ておりますね。ヤンポーさんも来ております。サッチー、リクカイクーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ナルトラさんが、実際美味しいですと来てますね。あ、いいっすね。いいね。なんか他、沖縄であるのって言ったら、花丸か、丸亀？丸亀。今なんか丸亀がフェアしなかったっけ？じゃなかった？てか丸亀いけるんだけど、花丸もいけるんだけど、うん、乾燥麺？乾燥麺？スーパーとか言ってる。うんうんうん。冷凍うどん？あ、乾麺？乾麺、うん、あれを自分でやった方が、うん、なんか作ったって感じもするし。ああ、なるほど、うん、そういうことか。でも自分で茹でたら肉たならない、まあ、そこまでならないか。ならない、そこまではならないか、うん、だから作ったか、達成感、達成感っていうのが美味しさにつながるかな。ああ、なるほどね、うん。では、メールの方に戻りたいと思います。メッセージテーマ、好きなうどんの食べ方と来ております。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。頭下げるだけっていう、飲もうとしたんだよ。サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。こんなに暑い日は冷やしうどんが食べたいということで、冷やしうどんに出汁をかけた後シンプルに食べるのと、天かすやネギを散らして食べたり、温玉をかけて食べるのがのも好きです。丸亀うどんにも温玉ぶっかけがありますが、あれも好きですね。最近久しぶりに丸亀うどんに行ったら、TOKIO の松岡さんとコラボした豆乳仕上げの冷やしトマト玉カレーうどんを食べたのですが、カレーならでは、辛味と、酸味の効いたトマトと豆乳との味が交わって、美味しかったですと来ております。なんかあるね、あるね、登りが立ってるね。あ、登りまで見てないな。うん、俺こういうのチェックするから。あー、確かにね、何々出てるっていうのチェックするね、うん、出てるね、出てるね、確かに。でも私あれが食べたいのは、あの温玉ぶっかけかなんかの、うん、あのなんか肉がいっぱい乗ってたやつ、なんだったっけ、なんかあったな、なんかなんかあったよ、ね、あったね、最近あったね、うん、あった、最近あった、登りにも、うん、あるあるある、ね、そうそうそう、それが食べたい、肉好きだから。それだけだけど、冷たいやつ、冷たいのもあったかいのもあるはずだよ、どっちも、はあ、だからあれ食べに行きたいなと思ってたのよ。何通り見てる。そうよ、そうよ。
DM の方も来てましたので紹介したいと思います。お願いします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーリクカイクーさんこんばんは。こんばんは。してから好きなうどんの食べ方は無論冷たいうどんでしょ。トッピングするならだし汁に、染みやすいナスの天ぷらなんかいいかもって。俺ちくわの磯辺揚げ、うんうん、磯辺の天ぷらからちくわの、ああれ欠かせないね。はいはいはい。まだ続きがあるので読みましょうね。ああ、無論もちろん言えば、あ、結論を言えば冷たいうどんで、だし汁の染みやすいトッピングにすることになりますねって言ってありますね。ああ、俺三枚肉もいいなと思ってるわけ。ああ、三枚肉、うん、なんで三枚肉。あ、次もうない。もうない。終わり。いや、沖縄そばかって突っ込めや。なんでよ。最後に手引き入れようかなと思ったのに。なんでよ。ツイキャスの方でカープボーイさんが冷たいカレーって美味しくない感じがするけど TOKIO のコラボって言ったらなんか美味しそうだねと来ておりますね。言っときよ。言っときよ。ひふみさんも来ております。こんばんは。お疲れワンデイ。お疲れワンデイごっくんちょ。お疲れワンデイ。ワンデイって番組違うし、今日来てないね。今日来てない ね, 来てないね。残念。ごめん、今日俺休みで家抜かれなかった。そこ、あ、そこ、うん。いつもなんか言うよね、ひふみさん見たとか。来るのに。来るのに。埼玉の郷さん、今日なんだっけ、今日読谷中ワイフが誕生日だからケーキ買ってきましたと来ております。ん、お誕生日おめでとうございます。埼玉の郷さん、埼玉の郷さんの奥さんが今日お誕生日ということでおめでとうございます。ヤンポーさんが番組違うよーって来てますよ。ワンデーじゃないし。そもそも。そもそも。自分の考えとしては、ラジオはみんなが聞くもの。うん。うん。そうだね、番組が違ってても。かけなし。楽しければいい。楽しければね。確かにね。うん、でも一応私の番組、気まぐれラジオですから。あ、そう。そうですよ。あ、俺、FM 東京とかも送ってるよ、普通に。それはそれでいいけどさ。うん。うん、それはそれはね。負けずにゴールデンナイター、じゃあ、それ ROK かな。今日は ROK がゴールデンナイターだったかな。金曜日。知らん。私も知らない。というわけで、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマは好きなアトラクションんです。というのも来週の、7月9日がジェットコースターの日。沖縄にないだろうや。ないけど前昔あったじゃん、子供の国とか。そう、エキスポランドとか、あとなんだっけ、ヨナバルテックとか、うん、あったでしょ、うん、そういうので好きなアトラクションを聞こうと思いまして。あれ言ったら何、ゲームセンターの好きなゲーム。ゲーム、いやいやいや、好きなゲームも入れるじゃん、うん、幅広く、うん、なんかおかしくないか。あんたバスケットボールこの人バンバン入れるやつ好きさ。シューティングゲーム、うん、シューティングゲームってあれは違うか。あれ当たってるか。当たってるね、うん、一応シューティングゲームですね。ですよね、はい、当たってますよね。俺パンチングのあのマシン、何キロか。ああるね、あれが好きだったよ。ああ、検証になってよ。あれで検証になったの。あるかや。僕は DJ のビートマニアが好きでしたね。ビーマニー、これにしたら、ん、何、好きなゲーム、ゲーム
あれはなんて言うんですか、ゲームセンター、今ゲームセンター出まないか、ゲーセンじゃないの、ゲーセンはゲーセンでしょ、はい、ですよね、ゲームセンターだと思いますよ、うん、ゲームセンター、はい、好きなアトラクションにしたら、ゲームセンター以外にももうアトラクションはアトラクションでいろいろあるのであ、そう、ボーリングとか、そうそうそう、うん、なんでもいいです、まあ、遊びのアトラクションであればと、遊びであれば何でも、カープボーイさんが懐かしいなーって、アイランドパークドア乗ったことある、エキスポランドのは別に意味のない、怖かっただけみたいなこと言ってますね。あの、ぜひ来週コメントしていただければですね。名古屋のダンサーズさん、テーマはゲームになっちゃうって言ってますね本当ですよ、確かに。ということであと30秒です。はい、どうでしたか、リックさん、ん2回目のゲスト出演、もっと酒が飲みたいな、お家で飲みましょうか、はい、すいませんねすいませんねって。というわけでお時間となりました。今週のお相手はサッチーとミキサーのキャンと、リクカイクーです。ありがとうございました。ではまた来週、はい、バイバーイ、バイバーイ、バイバイ、なんでよ ゲームイン那覇、野球券のゲーム、そんなのあったんだ、知らん、見たよ、エアホッケーがあるさ、エアホッケーあるね、うん、ちなみに僕が好きなあのうどんの食べ方なんですけど、はい、香川県行った時に食べた、空港で食べたのが忘れられなくて、空港、はい、空港、あの梅干し、梅干しうどんが好きです。梅干し、おお、梅干し、なんか入ったの丸亀にありませんでしたっけ、丸亀にもあります、なんかそういった系統がもなんか前にあったような、しそ系もあったと思う ね、僕はもうまんま梅干しが入ってるうどんを、あ、丸まま、はい、向こうで食べて衝撃を受けて、めっちゃ美味しいってなって、うん、あの家でもあのうどん作る時とか、あとはあの赤いきつねとかあんなのでも、はいはいはい、あの梅チューブと、うん、あのまんま梅を入れて混ぜて、酸っぱい、酸っぱいね、酸っぱい、これが美味しいんですよ。自分は神戸にずっといたので、で神戸から海峡大橋、明石海峡大橋渡って、淡路島越して鳴門大橋渡って、で香川まで行って、本当に食堂みたいなところ、はい、そこに行って、でもう車酔いもして、でビール飲みながら行ったんですけど、はい、あ、俺もちょっとでいいよってから食べたら、もうどんどん入っていくのでおかわりしてしまって、もうやばい、これめっちゃうまいと思って、もうラーメン屋なのに元ラーメン屋なのに、何やこの麺みたいな、もうめっちゃくちゃ感動しましたね。いいですね、衝撃的、本当に味っていうか喉越し、あ、喉越しがね、歯ごたえ違いますからね、またもう全然違う、沖縄そばとかとももう全然違う、全然違いますからね、なんかよ、うん、なんかよ、うどんがよ、クロールしてからよクロール、おやぎのクロールしてからよ、物に入っていくわけよどんどん入っていくわけよ、なんか今日言ってたけど、なんか香川の人はうどんは飲み物って言ってるらしいね。いや、ほんとそう、そう、沖縄は100円そば食べるさ、うん、朝に、うん、あっちも朝からもううどんバンバン食べるみたいな、そんな感じだなと、もうほんとによ、ほんとに入ってくる。だから香川県あれらしいですね、豆乳量めっちゃ多いらしい言ってた、言ってた、今日聞いた全国一らしいです炭水化物なんで、糖質が高いので、みんなやばいらしいです。あのゲーム規制する前にうどん規制しろっていう。あなるほど。バラック。今度行くか。どこに？川県に。行きたい行きたい。連れてって。誰が？ん？あんたが俺連れて行け。意味わからん。私わからんし。ん？自転車でよ、自転車でってヤンポーさんがうどんって飲み物じゃないのって、あ、カレーアランドってカレーそろそろ時間だね、よし。
バイバイしようか。ん？バイバイしようか。ツイキャス終わっちゃう。はい、二人で。はい。また来週。